南房総国定公園、マザー牧場マザー牧場は、千葉県富津市の木灘山山山町付近にあるテーマパーク。南房総国定公園内に位置し、関東最大級である250万平方メートルの敷地を有する。花の大斜面、西からの景色千葉県下である、菜の花が咲く観光牧場、観光農園、花畑、工房のほか、ショップレストラン、遊園地、 宿泊施設などを有し、約150頭の羊の群れを、牧羊犬が誘導する、羊の大行進、羊の毛刈りと、世界各国の羊を紹介する、シープショーなどの様々なイベントや動物、自然との触れ合い、味覚狩り、手作り体験、アドベンチャー、ショッピングなどができる。広い園内には、牧畜が牛、馬、ヤギ、羊、豚、アヒル、ダチョウ、ラマ、 アルパカなどの多種が飼育され、触れ合いを売りにする。キャッチコピーは、花と動物たちのエンターテイメントファーム。園内は、牧場エリア、山の上エリア、マザーファームツアーエリア、フルーツ農園の4カ所のエリアに分かれており、各エリアごとに複数の施設を持つ。代表的な施設として、ショーが見られる、アグロドーム、東京湾を一望可能な観覧車がある、ワクワクランド、 高さ21メートルのバンジータワー、マザー牧場オリジナルの乳製品やハムソーセージなどを扱ったショップ、ジンギスカン鍋をおもとしたレストラン、イチゴ狩りフルーツトマト狩りなどが楽しめる農園、長期滞在もできる宿泊コテージなどがある。施設はなだらかな山の斜面にあるため、暴走給料を見渡すことができる。花の大斜面、花の谷、老外園、アジサイ園などが 園内にあり、花の名所でもある。季節のイベントも多く、冬季は牧場イルミネーションが行われ、夏は山水のウォーターキャノンやカブトムシ取りなども行われている。東京タワーのほか産業経済新聞社、大阪放送、関西テレビ放送の創業者で、参議院議員の前田久義が1962年に開設。マザーの由来としては、 成果が貧しい農家であった、久吉の母親が、家に、牛が一頭でもいたら暮らしはずっと楽なのにと、口癖のように言っていたのが心に残り、母に捧げる牧場ということで名付けられた。東京タワー建設候補地の一つとして久吉が、事前に取得していたものの、東京都港区の現在地に決定したため、観光施設として転用。久吉は、マザー牧場にも、 電波塔を建設し、事実上、関東一円をサービスエリアとする千葉県域民放 FM 局の計画を進めていたが、久吉自身の死去で頓挫したことで、現在の米 FM に一本化された。2009年に、マザー牧場や日本電波塔の関連会社が、木更津市のコミュニティ FM であるカズサイ FM の株式を取得し運営。2015年に、 カズサイフ M の送信書を、木更津市内から六屋山に移設した。1992年からは、久吉の子息である前田晋が代表取締役を務めている。アグロドーム園内は入場ゲートが2カ所設置されている。園内は4カ所のエリアに分かれている。牛の牧場羊の小園内にはコテージが併設されており、ダイニングキッチンに加えて2つの居室。 ダイニングキッチンに加えて3つの居室、リビングダイニングキッチンに加えて5つの居室と、様々なタイプがある。また、夏季限定で、オートキャンプを実施しており、好きな場所にサイトを作れるキャンプサイトで、約60区画、屋根付きの炊事場も480名収容で2棟、あり、シャワートイレも完備されている。マザー牧場公式ホームページにて、ホテルオークラが運営する。 カズサアカデミアパーク内のホテル、大倉アカデミアパークホテルをパートナーホテルとし、近隣のホテルとしては、カズサリゾート、六屋山ビューホテルを紹介している。ワンワンバス、トントンバスが場内を周遊している。関連施設として、下記の施設がある。展望台から望む、遊園地側の景色敷地内の山の上エリアには、泉明工業株式会社が運営する、ワクワクランドがあり、 標高300メートル以上の観覧車や空中モノレールがある。山の上エリアにはファームジップと呼ばれる全長340メートルのワイヤーロープをハーネス付き滑車で滑空するアトラクションや標高321メートルの場所にある21メートルの高さから飛び降りるファームバンジーがある。春休み、夏休み、年末年始は土日祝日の営業時間になる。 二年間パスポートや団体割引もある。なお、令和2年6月1日から7月17日までの間はコロナウイルス感染症予防の観点からドライブスルーファーム形式で営業している。通常の営業再開マザー牧場30周年を記念して作られたオリジナルキャラクター、マーモファミリー。マーモファミリーに加えて2013年に新しい仲間が追加。 歴代イメージがあると応援隊は、全員、有限会社、伊藤カンパニー所属。ありがとうございます。